番の赤星。まだスタート、ヒットになった、まだ三塁へ行く、ノーアウト一塁三塁、見事にヒットエンドラン成功、ノーアウト一塁三塁。3回の裏のタイガース、大きな先取点のチャンス、3番の浜中。これがプロ入り第1号になりました。ここまでホームランは12本、3番に定着した浜中。センターへ、これは犠牲フライになりそうだ。和田がスタート、そして2塁ランナーも3塁、ランナーも二塁へ行った。1点先行したタイガース、タイガースがまず1点先行、一塁ランナーの赤星も二塁に行きました。ベテランと若い選手が噛み合ってまず1点です。はい、ですからこういうプレーを見せれば和田選手もね、気持ちよくこう引退できると思うんですよ。4番の檜山だよね。1点先行した3回です。レフトへ、風がある、清水、今度は赤足戻ります。もう清水が慌ててもボール返球しました。だからこれだけあの赤星の足というものがね、チームに意識を与え、意識させてますんでね、やっぱりこういうものっていうのは大きな力になると思うんですよね。先制、なおも追加点のチャンス、3回です。あ、最後早い球、144キロストレート、3球三振、どうだという顔の入り、最後までまっすぐでした。まあ、これは意地を、ね、見せましたよね。